迷い込んだその先には、全部の時間が溶け合ったような空があった。世界は痛みに満ちている。世界大戦と呼ばれる表の戦争は終結し、現代で始まったのはスパイによる情報戦。よく来たな、お前たち。僕とここにいる7名が、灯火メンバー全員が、このメンバーで不可能任務に挑む。あの、コードネーム花園、ただいま到着しました。舐められてるな。落ちこぼれだからってバカにしやがって。じゃあ僕は一人で好きにやらせてもらうんで、その方が効率いいでしょ。誰にも言えない欲望も私なら受け止めてあげるわ。一人で抱え込まないでください。もうボスには私たちがおります。自分は落ちこぼれですけど、先輩方のサポートはするっすよ。俺様たち7人をビシバシ鍛え上げてくれるんですよね。では授業を始めよう。この世界に私の居場所はどこにもなく、幸せを願うなんておこがましい。昔から自分は必要のない存在なのだと思っていた。
が死んでもいいだ。何が手元に残らないだ。俺はちゃんともらっている。残っている。ちょっと大きなものを失ったけど、まだ俺には残っているものがあるだろう。思い出せ、この世界に来た時のこと。こんなところで死んでいいわけがない。思い出せ、前はもっと辛かっただろう。頑張ろう。やらなきゃいけないことをやるんだ。